はい、どうも、ケイキングです。今日はですね、北斗の拳、北斗リバイブ、やっていこうと思うんですが、力こそが正義。いい時代になったものだ。はい、ということで、新ファンに送る、やっていきましょう。で、今回はね、まあ、あと2回残ってるんですが、2回戦って、その後ね、まあ、ちょっと錬気闘座もやりたいなと思います。はい、ということで、まずはね、2回行きましょう。まあ、真のファンはさ、多いでしょ、やっぱり。カネルも多いって？お、これ見てこれ。お前の時では、俺に勝つことはできん。もう今喜んでるでしょ、新ファンが。ほら、左も、ね、右も、ケイキングの横よ。真も出てて、さらに下、ほら、5体出て。敵もね、真と。その程度か？ここまでのようだな。お前など俺の敵ではないわ。なんと極斗拳。なんかこの後さ、ピシッって音がね流れてますよね。流れるやろ。もらった。お前など俺の敵ではないわ。なんと極斗拳。お前など俺の敵。まだスキップでオッケーですかね。はい。お前など俺の敵じゃないよ。そうや。うん、そう思うよ。力こそが正義。いい時代になったものだ。おお、いい時代な。右で行こう。右だ。それじゃあ2戦目。真の戦闘力は 38,500。そこそこガチ勢でしょ。まあ結構使ってるんですよ、真もね。俺に勝つことはできん。まあ SR の中で、その、まあ、能力ね、まあ、気に入ってるっていう感じですね。まあ、やっぱ自分好みのってあるじゃないですか。まあもちろんパーティー編成とかもまあいろいろあるんですけど。もう俺は初期から変わらずね、シップス初手にかけてるんですよ。まあ、それちょっとお見せしますんで。お前など俺の敵。はい、敵じゃないやろ。もらった。お前など俺の敵ではないわ。ただバット、極斗拳、バットとかさ、まあ、リンとか、まあ、UR 来てるじゃないですか。お前なら UR でしょ。敵ではないわ。なんと極斗拳。お前さあ終わりと。勝負。力こそが正義。いい時代になったものだ。右で行きましょうか。ハズレか。じゃあ錬気闘座行きましょう。じゃあ仲良くね、ここ団子三兄弟じゃないけどね、ヒュイ三兄弟が並んでるので、ちょっとここ行きますか。2位の方、3位の方、4位の方ね。今俺が9位です。じゃあ行きましょう。まあ4位の方から行きますか。さあ、じゃあ勝負だ。勝負だ、カカロット。一人でも多くの人を救うために私に力を貸して。まあ、まずはね、6枚打ちです、攻撃。なんで、まあ、ここのね、まあ、どこに当たるかとかね、まあ、そういうのも出てくるんですけどね。そして、特攻隊長。ただ、ヒュイが並んでたが、俺のヒュイが最強だ。さあ、そして、カーネルね。ゆっくり切り刻んだ。そこだ、司令。おい。で、次はアインね。おい、頼むぜ、我が愛しの原骨よ。フォッチャー。そして次はサウザー。変装十字砲。戦闘力4万5000のサウザー。なんと高架剣奥義決勝士。ユダは気に入ってるんですよね。
さあそしてここから攻撃。いや落ちてねえんだよな。あ違う落ちたね。帰還。これでとどめだ。さあそしてラオウの一撃。天照本裂じゃなくてね、天照本裂。俺の顔に傷が。さあリン気絶。さあ今パンチ。いやギリ残っとんな。あい残っとじゃねえかあれ。多くの人を救うために。いて。俺の顔に傷が。ただ次はサウザーアインが行きますね。カーネルも。でその後サウザー。バット落としたい。バット強いですよね。まあ、ラオウが強い。見ました今の。半端ねえからラオウ。ラオウ半端ねえんすよ。一人でもラオウね。しかもあの俺回したじゃないですか、あの1位取ったんですよランキングガチャで。あの使ってないんですよね。しかも組手でも使ってないんですよ。戦力外ですね。なんとほっおのれ。一戦が長い。俺に敗北をありえてや。さあそしてユダが動く。決勝し。とどめだ。やっ。五者フレデン剣。極性十字剣。くらえ。ぬ。ぬ。とりゃ。えいや。今よ。さあ終わりと。大臣ありがとうございました。たとえ許されず。はい、それでは次は3位の方ですね。まあ、3位の方はね、ギルドメンバーの方なんで、全力でいくぞ。私に力を。ホットバトル見てるだけ。共に気持ちは全力。熱風中戦陣シャいやソリアがさ硬えな。ソリア入り硬いっすよね。いくなんと宝剣奥義。さあそしてサウザね。なんと降格剣奥義決勝。この初手6枚で、まあ、今落ちてないじゃないですか。これで、まあ、誰も落ちないと、まあ、こうなるときついね。アイが一旦落としてくれて、さあこれ苦しい。あ俺ソリアちゃんと見てないんでいいっすね。ちょっと見とこうよ。身に砕いてやる。さあラオウ来た。がっつり持ってかれる。きつい。そしてファルコ。将の凛。とどめだ。あユダ。さあ凛が落ちて。天と両凛鉱山。僕と天将来月。行け。半端ねえな。威力が。元徳は俺の顔に傷が。はい、対戦ありがとうございました。さあ次は2位の方ですね。行きましょう。あ、不動入りか。そうか。見てなかったな。いや不動入りねきついですよね。熱風中戦陣シャ。もう風パーティー使っ
出てね、まあこんな感じでガチガチに固められるとね、どうしようもないですよ。無音拳だが、俺は風をやめない。まず、風面白いですよ。頼むぜ、我が愛しの原骨よ。男なら疾風だろ。なんと砲剣奥義。さあ、そしてサウザーが動いて、まあここからですね、ユダが動く。決勝し、まあシンとかでもいいんですけどね。まあ、シンかユダだったら、あの俺がね、ユダが好きなんですよ。さあここきついね。初手で落としてない。さあソリア、直線ダメージ痛いね。さあそしてラオの一撃、まあ、ラオが強いですね。さあここはちょっと地味な攻撃、一人も落としてない。このターン怖いね。さあ気絶、前が気絶してヒュイ落ちてないか。さあラオの一撃、この戦いに。そしてリン倒れる。喧嘩やアインが残ってるよ。はい、ということで負けと。対戦ありがとうございました。はい、ということで、今回使ったメンバーはね、まあこんな感じと。まあ、ユダとジューザを入れ替えたりとか、まあ、シンとユダ入れ替えたりとかね。まあ、そんな感じでやってます。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。